山田孝文ワンマンライブも今年で3回目となりました。そしておかげさまでチケットもソールドアウト。ただ今回は文さんの中でも節目となるライブになったんです。今日は山田孝文バースデーワンマンライブ2014です。お手伝い出演してくださり本当にありがとうございます。去年までは一応年一ということでワンマンをやってたんですけど、今年の野望としてはもう一本ぐらいワンマンを続けて打てたらいいなと思います。そこに向けて弾みとなるワンマンにしたいかなと思っています。今回のワンマンライブが七面鳥で3回目で、人生で5回目になります。ちょうど節目のような感じのワンマンになりますので、まずは自分から全身で楽しんでいきます。皆さんで盛り上がっていただけたら。太陽が昇るはず。で、これで曲が進んでいきます。コーベンソンソングという曲に行きます。ラブソングが普通に、じゃあ普通にラブソングが普通に始まります。嘘ついた僕の心の中、大雨だった。題して魂の歌うた山田孝文ファーストフルアルバム制作キャンペーン、あなたの手で山田のファーストアルバムのリリースを実現させてください。そのままです。5月の9日スタートでクラウドファンディングという新しい分野というか新しい挑戦をしようと思います。この右ページ、TM ネットワークキネナオト氏がサウンドプロデュースで参加ということで、今現在決まっております。拍手。ずっと来るんですよね。高い音がぐっと心に染み入るというか、こう入ってくる感じがとても好きです。特にバラード、文さんのバラードにはいつも泣かされるんですけど、今日もやっぱりぐっと鳥肌が立ってとても素敵なライブでした。で、初めてその曲を聴いた時に、その包み込んでくれるのもだけど、その弱い部分もすごい出してて、素晴らしい人だなと思ってずっと尊敬しています。この番組ではこの2ヶ月間、アーティスト山田孝文の魅力に迫っていきます。